いいかい、ちびミニラ。何ですか、お兄ちゃん。世の中は危ないことがいっぱいだからな。知らない奴にはついていっちゃダメだぞ。わかりました。知らない奴が来たら先手必勝。いきなり放射熱線を吐くんだ。知らないだけで放射熱線ですか。おい、ちびゴジラ。はぁ、うわぁ。な、知らない奴にはこうするんだ。お兄ちゃんの名前呼んでましたけど。知ってる奴だろうが、急に燃やすな。今お兄ちゃんって呼ばれてなかった。そう、この子は僕の親戚のチビミニラ。チビミニラです、よろしくお願いします。へえ、チビミニラか。いや、チビとミニって同じ意味じゃない。お兄ちゃんがご迷惑をおかけしてすみません。あ、なんかお兄ちゃんと違ってしっかりしてるね。そう、チビミニラはお兄ちゃんと違ってしっかりしているんだ。そのしっかりしてないお兄ちゃんっていうのがお前だけどな。今、不審者に気をつけるように言われてたんです。あ、そうだ、いいこと考えたぞ。いいこと？今から不審者に声をかけられた時に逃げる練習をしたいと思います。不審者、よろしくね。誰が不審者だ。でもどうやればいいの？いつもの感じでお願い。いつもやってないわ。よーい、スタート。じゃあ君のお父さんに言われて迎えに来たんだ。いいね、不審だね。さあ一緒に行こう。嫌です、知らない人にはついていきません。どうしてお父さんが直接来ないんですか？ほれ、頑張れ不審者。それは君のお父さんが怪我をしてしまったからだよ。お父さんは今病院にいるから一緒に行こう。うまいぞ。でもうますぎるのもちょっと引くぞ。うるさいな。ほら、一緒に行こう。嫌です、僕は知らない人にはついていきません。うん、いいんじゃない。これだけちゃんと断れば不審者も諦めると思うよ。やったー。何言ってんだ。不審者がそんなことで諦めるわけないだろ。不審者はまた後日来て、もう知ってる人だよねって言うんだよ。手口怖っ。ほれ。いや、また会ったね。もう知らない人じゃないからいいだろう。危ない。チビミニラが危なかったから燃やしちゃった。お前めちゃくちゃすぎるって。大丈夫ですか、チビメカゴジラさん。君、よくあんなお兄さんと一緒にいるね。まあ一緒にいると大変なこともあるんですけど、楽しくて。そっか、僕、お兄ちゃんが大好きなんです。でもその気持ちわからなくもない。チビミニラ、知らない奴と喋ったらダメだ。うん、やっぱわかんないわ。